はい、こんにちは、レトスの小野です。今回はですね、これまでずっと、あなたにお伝えしてきた、理解学習が重要だよ、考え方が重要なんだよっていうところを具体的にどういったことなのかっていうのをお伝えしたいと思います。理解学習は重要だ、考え方が重要だ、これはわかるけれども、実際どんなものなのって、思ってるかもしれないですよね。なんでそこをちょっと具体的にですね、紐解いていきたいと思います。で、今回具体例として挙げるのが国土利用計画法です。で、これどういった法律なのかっていうと、地価が高騰する、これを抑えて、高騰することを抑えて、適正かつ合理的な土地利用の確保、これを目的としてるんですね。これちょっと分かりづらいんですけども、簡単に言うと、地価が上がっちゃったら、この土地を有効に活用したいと思ったとしても高すぎて買えないわけですよね。そうなると困るので、地価が高騰するのを抑えるための法律を作りましょうということで、国土利用計画法という法律があるんですね。つまり地価が高騰することを抑えるためのルールなんだ。地価が高騰するのを抑えるために、じゃあどんなルールを作ったのかっていうと、今回ここに書いてある届け出ですよね。届け出をしてくださいね、取引をする前に届け出をしてくださいね、取引をした後、土地の取引をした後に届け出をしてくださいねみたいな感じで、届け出を、してくださいっていうルール。あともう一つが、あの許可も実はあるんですけど、許可はですね、宅建試験なんであまり出てこないので、今回は省略します。許可も実はあるんだよと、事前に許可を受けてから土地取引してくださいねっていう内容ですね。で、今回はちょっと届け出に焦点を当てるんですけども、実は届け出が不要となる土地取引っていうのがあるんですね。で、これ多くの方が覚えようとするんですよ。例えば抵当権を設定するこの行為、これ届け出不要だよ、国土利用計画法の届け出が不要なんだよ、相続の場合も届け出不要、贈与の場合も届け出不要、これ覚えようとするんですけども、これ実は覚える必要ってないんですね。考え方がちゃんとしていれば、これが届け出不要っていうのは当然のように答えを導くことができるんです。つまり考え方を知っておくだけで、たくさんの問題が解けるようになるということですよね。これが効率的な勉強法なんですね。じゃあ考え方って何なのか、これ実は先ほどお伝えしたんですね。この動画の中で、国土利用計画法っていうのは地価が高騰するのを抑えるためのルールなんですよね。つまり地価が高騰する可能性がないなら別に届け出する必要はないってことですよ。この届け出って何のためにあるんですか。地価が高騰するのを抑えるための届け出ですよね、ルールですよね。だから地価が高騰する可能性がない、もしくは低いっていうのであれば、届け出をもうそもそもする必要がないんだっていうことです。じゃあ一つちょっと見ていきましょうか。抵当権を設定するっていう行為ですね。土地がありました。例えば市街化区域内の、例えば5000平米の土地があった、大きい土地ですね。で、この地価が1億円だったとしましょう。で、ここで私があなたから、これ私が所有してるんですよ、この土地、あなたから、お金を借りました。いくら借りたかちょっと分かんないですと、例えば5000万かもしれないし1億かもしれない、借りました。で、その担保としてこの土地に抵当権を設定しました。つまりあなたが債権者、抵当権者ですね。私が抵当権設定しました。このことによってこの土地の地価って上がりますか。抵当権を設定する行為でこの地価が上がるかなんですよ。ここを考えるわけです。上がるわけないですよね。10億円借りてここに抵当権設定しても、5000万借りて抵当権を設定したところでこの地価っていうのは変わらないわけですよ。むしろ、担保になっているので、地価は変わらないですけども、買う人って少なくなりますよね、抵当権設定しているこんな土地。つまり地価が上がる可能性はない、だから届け出が不要なんだっていうふうに思うわけです。今考えている考え方の判断基準っていうのは何なのかっていうと、地価が高騰するかどうかですよ。地価が高騰するかどうか。次、相続。私が今言ったこの土地ありますよね。1億円の土地があったと。私が死亡しちゃいました。で、例えば息子が相続しました。相続するだけで、この土地の地価が上がりますかって話です。これ上がったら息子ラッキーですよね。すごく嬉しいですよね。相続するだけで地価が上がるっていう。そんなことありえないですよね、普通に考えて。死んだと同時に、社会的に何かですね、大きな出来事があって地価が上がる、これは可能性あるけども、単に私が死んで相続が原因で地価が上がるってことはないわけですよ。だから届け出不要なんですよ。贈与、
私があなたにこの地下1億円土地贈与しました。これ無償ですよね。タダであげてますよね。贈与って基本は無償なんで、無償であげました、贈与しました、それだけで地価上がりますか？上がんないですよね。単に上げただけであれば、その後何かしたらそれはまた別ですよ。話は贈与するだけ、この行為だけです。この行為だけを考えたら別に地価は上がんないんですよ。だから届け出が不要。売買はどうですか？売買、この土地私があなたに売りました、1億円土地売りました、1億円で買ったのであれば、私が1億円受け取ったのであれば、まあ、売却したってことですね。1億円で売却した、地下1億円の土地なんで1億円で売却した、これは地価上がんないけども、もしこれを10億円で買ったとしたらどうなります？あなたが10億円で買ったと、私が10億円もらう、これ地価が高騰する可能性ありますよね。だから売買っていうものは地価が高騰する可能性があるから届け出をしてくださいねっていうふうにしてるわけです。もちろん一定規模以上ですよ。まあ、ここはちょっと詳しくは今回説明しないんですけども、とりあえず届け出が、先ほど言った売買は届け出が必要となる土地取引に含まれてくるわけです。一方ここに書いたものは届け出が不要となる土地取引で、このように一つの考え方を頭に入れるだけでたくさんの問題が解けるようになる。これが効率的な勉強法の一つなんですよね。で次はじゃあ理解学習についての、解説、具体的な解説動画ですね、これをお送りしますので、ぜひ明日ですね、そちらの方もご覧いただければと思います。